はい、皆さんこんにちは、西楽器です。Vlog とかは上げてたんですけれども、今回からちょっとですね、中古ピアノを査定に出すときにここだけ押さえとけば、実際にそこに来なくてもお電話とかで大体のお値段が分かるよっていうものを映像を使って分かりやすくお伝えしたいと思うので、最後まで見ていただければと思います。これから説明してきますのでよろしくお願いします。それではですね、実際に店内の商品を使ってお知らせしたいと思います。こちら河合楽器のアップライトピアノなんですけれども、まずはですね、普段はこういうふうにこういう状態に、分かりますかね、普段の状態です。で、ここをじゃあどうやって開けるか今からお見せしますよ。ではまず、ピアノが普段こういうふうにねあると思うんですけど、ここ上の蓋、天板っていうんですけど、ここを下から普通に上に持ち上げます。で、こうやって普通に持ち上げれば開くんですけれども、たまにこうきつくなってたりするんですね。そうするときは、私の場合はこうやって上げるときに後ろトントンって叩いてあげると開きやすくなります。で、ここからじゃあ手持ちに切り替えます。に切り替えました。ピアノはですね、こうやってこういう風になるんですけれども、横から見るとこんな感じですね。普段見えてる鍵盤とピアノの中がいいかな、もうちょっと明るくしようか。それでこのピアノの中に、ここの見えますか、この部分です、はい、では見やすくするためにピアノの前を開けました。まずは今日は見てほしいのはここですね。機種名が書いてあります。ここはフレームといってですね、木に加工するための金属です。で、金属のフレームのところに機種名と製番っていう製品番号というのが書いてあります。この KS2F、 これがこのピアノの機種名です。ちょっと左の方にずれると、ここに1570828って書いてると思うんですけど、これがいわゆる製造番号といわれるものですね。なので先ほどの機種名と製造番号をお電話でまずお伝えしてください。はい、以上になります。あとはですね、お住まいの地域の、例えば西楽器であれば青森市、青森県青森市ですね、何県の何市の、例えば建物の1階なのか2階なのかとか、設置場所ですね、クレーンを使ったりなのか人力なのかによっても作業費っていうのが変わってきます。それによって、ピアノの査定金額とかにも関わってきますので、先ほどお伝えしたメーカー、機種、あと製品番号、色とかですね、黒以外にもいろんなピアノあるので、黒なのか木目とか茶色とかですね、お伝えして、で最後は、何県何市の何階にありますって伝えれば大体のお値段とか出せると思うので、ぜひ参考にしてみてください。西楽器の YouTube チャンネルではこれからもそういったですね、ピアノに関することとかそれ以外にもいろんなこととかやっていきたいと思ってますので、ぜひぜひよろしくお願いします。それじゃあまたねー。